アンソニー・デビットソン。アンソニー・デビットソン。1979年4月18日体はイギリスのレーシングドライバー。愛称はアント・エディ。1987年にカートレースを始め、イギリス選手権、ヨーロッパ選手権、北米選手権などに参戦。1999年に四輪レースにステップアップし、ホーミュラ・フォードに進出。二年目には、 イギリス選手権で年間ランキング2位を獲得し、マクラーレン、オートスポーツヤングドライバーズイヤーを受賞。2001年には F3 チームカーリンモータースポーツと契約し、イギリス海産選手権に参戦。2000年度イギリス海産において、シリーズ3位ながらも A オートスポーツ誌で2000年度最速ドライバーとして、評されるなどして2001年イギリス海産で、 最有力候補とされていた佐藤拓馬のチームメイトに自ら志願。カーリンモータースポーツと契約したのは佐藤拓馬がいたからだと後に語っている。そして参戦初年度ながらチームメイトの佐藤拓馬に次ぐランキング2位を獲得。車体になれるに従いシーズン後半は調子を上げ、6月以降は佐藤を上回る成績を残した。シーズン中には、一の BAR から、 イ一のテストに参加し、同年末には同チームとテストドライバー契約を交わして、正式に加入した。同チームでテストドライバーを務める一方、この年、第13戦ハンガリー GP と第14戦ベルギー GP で、アレックス・ユーンの代役として、ミナルディから、イ一デビューも果たした。このチームの枠を超えた珍しい代役起用の行きさつは、ミナルディが、 当初ジャスティン・ウィルソンの起用を検討していたが、高身長のウィルソンではシートが合わなかったため、デビッドソンに白羽の矢が立ったというものである。予選では2戦ともチームメイトのマーク・ウェーバーに対して、コンマ6秒以内につける検討を見せたが、2戦ともスピンによるリタイアに終わっている。BAR にテストドライバーとして残留した。BAR のテストドライバー仲間の一人だった。 佐藤拓馬が2004年のレギュラードライバーに昇格したため、デビッドソンも繰り上がりでサードドライバーへと昇格、金曜のフリー走行に参加して、しばしばタイムシート上位に食い込み注目を集めた。PAR はこの年、コンストラクターズランキング2位へと躍進したが、デビッドソンの開発能力の高さを指摘する声多く、評価を高めた。11月には、 翌年のレギュラードライバーを探していたウィリアムズ、マクラーレンとルノーからもあったが、デビッドソン獲得に向けた交渉を望んだが、これはデビッドソンとの長期契約を結んでいた BA.R によって拒絶されたため実現しなかった。結果としてウィリアムズは BMW の下ニックハイドフェルドを起用。テストドライバーとして BA.R に止まったが、BAR は 前年度ランキング2位を獲得したため金曜日に第3ドライバーを走らせる権利がなく、チームの躍進の裏で皮肉にもデビッドソンは表舞台の活躍機会を奪われることになった。第2戦マレーシア GP では病気で欠場した佐藤拓馬に代わり、3年ぶりにレースに参加することができたが、レース序盤にエンジントラブルでリタイアを喫し、大きなチャンスを逸してしまった。 来季レギュラードライバーとなるため9月13日にシルバーストンサーキットで行われたジョーダン2006年のミッドランドのテストに参加したり他にもホンダの支援を受けて新規参戦するスーパーアフリのシート獲得が噂されたが結局は BAR 株を買収しワークスチームとして申請したホンダ会一チームに変わらずテストドライバーとし産利用することになったホンダで テストドライバーを務める一方、この年は BBC ラジオ、ラジオ5やイギリス ITV の F1 中継でしばしばゲストコメンテーターを務めた。スーパーアクリカ1チームと契約を結び、ホンダから移籍。自身の F1 キャリアで初めてレギュラードライバーの座を得た。チームメイトは佐藤拓馬。第3戦 RNGP 予選ではチームメイトの佐藤を上回り、 急に進出を果たし、その後も予選では多くのレースでチームメイトを上回り、カナダ GP では一時3位を走行するなど速さを見せたが、決勝でポイントを獲得するには至らなかった。チームメイトを追い越すほどの速さと実力は伺わせるが、数字に残る結果を残せなかったこともあり、全ドライバーの中での評価は比較的地味なものに止まった。2008年も引き続き、 スーパーアグリでレースに出場していたが、昨年よりも戦闘力の劣る SA08A に苦しみ、予選では9-1で脱落することがほとんどであった。マレーシア GP、バーレーン GP と連続で佐藤を上回る順位で完走するも、5月6日にスーパーアグリが F1 から撤退することを発表。レースに出場することはできなくなった。その後、所属チームなど、 未定まま、6月12日に行われたバルセロナ合同テストで、ホンダ海一から復帰している。かつての所属チームだったホンダ海一を買収した、ブラウン GP のリザーブ券テストドライバーに就任することが発表された。解説者を務めるから、耐久レースを中心に参戦中。2012年のルーマン24時間レースにはトヨタ画像、レイシングからステファンサラザン。 セバスチャン・ブエミと共に出場。その後 FIA 世界耐久選手権 WEC におけるトヨタ LMP1 のレギュラーとして活動し、2014にブエミと共にドライバーズチャンピオンに輝いた。2016年からはブエミに加えて中島和孝とシートをシェアすることになった。2018年はフェルナンド・アロンソが加入したため、 リザーブ開発ドライバーに回ることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。